質問コーナー。初恋はいつですか？はい。本日の企画、朝練でやったドリブルメニュー。今日はちょっとテンションがなかなかね上がりづらいね。暑いし、そうだね、暑いね。そうだね。まあだからちょっと本当に何だろう、皆さんに需要がある動画いっぱい撮っていこうと思っててやってるんですけど、本日は、自分たちがね朝練でやってたドリブルっていうのを紹介していけたらなっていうふうに思います。でね、ちょっと話を聞いてるとね、今の小学生は朝練をやるらしいです。はい、すごいですよね。で親も付き添ってやったりする人もいるらしくて、朝練を学校行く前にやるって本当すごいなと思ってて、そのなんかメニューとして自分たちが紹介するメニューが参考になればいいなっていうふうに思います。はい、高校の時だね。はい、高校の時です。でね、高校の時はね、あの近所迷惑って言ってね、リフティングができなかったんで俺は。そっか、リフティングやってないの。確かに。そっか、8時まではリフティング禁止だった。そうだそうだそうだ。7時だったら8時だったら7時じゃない。はい、だからドリブルのメニューをね、そう紹介していきたいと思います。本は使わないので本当誰でもできると思うので、ぜひ、はい、皆さんも真似してほしいと思います。はい、それでは早速やっていきます。まあね、一応長さが分かりやすいように本は置いてるんですけど、自分でスペースをつけてやってます。はい、今回はあれ簡単なメニューでいこう。じゃあまあ簡単なメニューで、はい、やっていくんで、ちょっとまあ皆さんも簡単に真似できると思う。はい、はい、じゃあ紹介していきます、はい、まず一番簡単なのインサイドでボールタッチする、まあ、いわゆるタップだね。行って戻ってくる、前後ろ両方ともやってみようか。はい、よーいっこ。そう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 、細かくね、とにかく細かく、細かく。できるだけ周り見ながらね。やべ、うんこ打った。絶対うんこ打った。いい。結構きついです。はい。それはどっちかっていうと、進む速さよりもタッチする速さ。そうだね。細かくさある。そう。どんだけ細かくさあって、はい、ゆっくり進めるか。早く帰るやつは基本的にサボりたいやつ。確かにサボりたいやつは結構大きめですよ。私は進めるよ。歩いてたとかね。名前出します、うん、僕たちは同級生でサボってた名前出します。新村春さん見てるかお前。まあ本当だ、多分一番やっぱ参考になるのはメッシやと思ってて、やっぱメッシは細かく触るじゃないですか。細かく触る、はい、僕たちはやっぱそれに憧れて細かくずっと触ってました、うん、はい、まあ、次細かつながりで足裏、よーいスロー。これも細かく、早く、細かく、早く、ちょっと負けたくない。ちょっとお前に負けたくないから早くやる。はい、バックも行こう、バックも、はい、じゃあちょっと、まあ、俺は顔上げてるけどね、なかなかその顔見てる、うん、顔も上げてね、なかなかいいよ、いいよ、一緒に戻ろう、ちゃんと。おー、やってる、やってる、やってる、なかなか来るまで。おー、こいつ上手くなるわ。こういう選手まで。はい、塚田竜斗見てるかお前。今何やってんだ。まあね、これタッチも上手くなるし、自宅のコーチも言ってたんだけど、なんていうか体幹とか自分の筋力とかもこれで上がってくるから、どんだけ速く正確にできるのか、こう意識してくるとサッカーも上手くなるし、アジリティも上がってくると、最高の練習というわけですよ。はい、3種目目アウト、よーいカップ。細かくね、これでタッチを速くする選手とジャンプ、ステップができる選手に絞られてくる。じゃあこれバックも行こう、前向きながらね。そう、前向きながらバック。これもね、例えば中盤の選手とか、あのマイナスのアウトのタッチでかわして出てくるとかあるから、そういうのを意識しながらどんだけ周りを見ながらできるのか。バックやってきたからうまいな俺。実際は、うん。はい、ありがとうございます。はい。はい、まあ、これはね、ちょっと難しいよ。難しいけど、多分。これも言ってたけど、このステップが試合中に来てくる。4種目目、軸足後ろ。それ前のなの。よいしょ。マジで俺、ハルスさんだろ。ミスった時にハルスさん、コーチの顔見て見てなかったよ、こうやってセンス。は
な、前向きの方が難しい。じゃあ俺後ろ向けるわ。オッケー。楽そうだ。よーい、さっ。おい、あいつにつなぎ役見せんな。これね、軸足後ろっていう技です。1種目目、舐めるタッチで来て、ここの線に来たら相手をかわすワンフェイントを1個入れる。で、舐めてその帰って、まず右足、右足、よーい、ゴッ。あ、ナイス。話聞いてないやつじゃないな。まず右足って言ったけどな。誰誰言った？左打ったの。こういうのでたまに走りになったりします。あー、あるわ、こういうやつね。じゃあ次、左足いこう。よーい、ゴッ。両足ね、両足とも。おー、いいね。両足ね、両足とも。おー、いいね。こちらも何かも変わって。おー、いいね。はい、やってたわ、これ。思い出した？見てるか、視聴者の皆さん、静岡優勝いいよ。7種目目、ひたすらシザース。じゃあ行こう。サルケリ。あー、いいね。サルケリっていうチームがあるんですけど、キックオフピーになるじゃないですか。キックオフ触るじゃないですか。はい、でも、エラシコでも普通に強い。で、あいつらフィジカルやばい。フィジカルやばい。バカ強い。超うまい。シザース。はい。これ、帰りも普通シザースだと思うんですが、これ向き変えずにシザース。やってみようか。行こう。これが果たしてシザースなのか分かんないけど。でもこれで強いよね、ほんと。うん、またぎ。ちょっとこれさ、こっちに来るときやってみて。分かんないけど。またいでんだよね。もう回転はしないので本当にスローで、スローで見て、スローでね、ちょっと見てみてください。前に動画あげてるから自分で探して見てみてください。これなんかあれだよね、俺らの先輩とかさ、あのペナカドとかでちょっとこうやって引き寄せて沖縄までかわすみたいな。はい、ありがとうございます。8種目目、片足つかないでひたすら舐めまくる。これね、いろんなとこ触って後ろもあるし、さあ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 、いいね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 。ああ、いい、ああ、エロい。ああ、どっちかなこいつら。なかなか勝った。分かったんだけど。はい、後ろ向き、後ろ、まあどっちもいいよ。いろんな向き向きだから、帰りはいろんな向き向いていこう。後ろの方が楽なんだよ。本当は両足やるんだけど、待ってる時のこのジャンプしてケンケンの足がめちゃめちゃ筋肉なんだ。はい、1種目目、エラシコ、エラシコ、エコ。あ、いいね。きれいきれいきれい。これ後ろ向きもあるね。後ろ向きもあります。後ろ向きもあります。普段ね、こういうことしないからこそ、この足とかに神経が回ってくるから、特に若い子は小学生はやってほしいですね。ありがとう、応援だ。ラスト、通算学部ないです、いつも応援ありがとう。ラスト、フリーでいこう、フリーで。オッケー。フリーでは、もう自分が試合中をイメージして、どんどん細かいタッチをする。やってみよう。細かくだね。じゃあ、いこう。ここもドリブルイメージ。なるほどね。戻ったらいいかと思って。一回終わってるもん。なんなんだあいつ。こんな選手は上手くなんない。うん、か、バカ天才かどっちか。はい、行こう。今までタッチ入れたタッチをね、いろいろ入れてね。お疲れ様でした。はい。
もう本当に朝練でやってたようなことを今日本当に体現したよね。うん、カルタ使いました。高3でもやるもんね。すごい。やったの、やった種目覚えてる。こいつ軸足後ろの後ろ。おい、あいつにつなぎ役見せんな。腹立つ。はい、でね、本日は、まあ、こうやって少しの時間でも少しの時間と少しのスペースがあれば上手くなれるよっていうドリブル練習を、紹介したので、はい、これは本当に何だろうな、中学生とかも何だろう、自分のタッチの感覚を養いたかったらやるべきだと思うんですけど、よりやっぱゴールデンエイジの小学生の時にこういうのをいっぱいやっておくことで足元っていうのは身につくと思う。自分たちやってきたから、今こうやってできるか、まあ、それをちょっと柔らかくっていうのと、ね、細かくっていうのを意識してやってほしいなというふうに思います。はい、ありますか。まあ、できる選手はね、いろんな向きでボールを見ずにね、試合を意識してやってもらえるとより効果が高いのかなと思います。なんかありますか。できるに上限はないんで。うわー、いいね。できるに上限はない。かっこいい。ガーかっこいい。ガーまあちょっと、まあとりあえずほら、こうやってみんながさ、なんかみんながさ、お前誰と喋ってる。お前も誰と喋ってるんだよ。お前だよ。はい、まあとりあえずこうやってなんだろう、少しずつね、一日一日やるってことがやっぱ大事だと思うので、何事においても、うん、まあそれを意識してやってほしいなというふうに思います。はい、最後中野がなんか、うん、一言。できるかできないかじゃない、やるかやらないか。なるほどね。やるかやるかだから、やるしかねえんだよ。カットやった先に何かが見える。やらないよりやった方がやるになるから。わかんないよ。しっかり考えたら深いかもしれない。そうだよ。わかんない。みんな考えて。まだわかんない。今は深い。深いよ。お前ら今浅いぞ。はい。この動画が勉強になったなとか、うまいなと思ったら、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。じゃあ次の動画で。